こんにちは、JBS 武蔵の河合です。で今回はですね、また石毛博道さんをお招きしての、はい、動画となります。石毛さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で前回はですね、キャッチボールの動画をちょっと出したんですけども、はい、石毛さんはですね、ボールで選ぶ10回で、さらに100回に1回ぐらいしかエラーしないぐらいの、まあ、本当に守備職人という選手だったので、で、まあ、小学生は特に、まあ、送球エラーで結構点が入ってしまったりとか、まあ、悪送球しないため その、はい、送球を安定させるちょっと練習メニューも何かあればですね、分かりました、はい、紹介いただきたいんですけど、はい、アマチュアとプロの差はやっぱりキャッチボールの精度、正確さに大きな違いがございます。これやっぱりフォーム作りが大事です。でフォームにはやっぱりバランスが大切です。今の子供たちが送球が安定しないということは、ボールを持って投げる相手がいます。投げる相手を見すぎるために上体が行って手が遅れてくるわけですね。体が行ってしまって手が遅れてくる、で顔と手が離れて、そうするとコントロールがつきにくいわけですね。ダーツでも何か顔の近くが出てくるんです。手は顔の近く。何よりも一番の懸念材料はこのバランス、4の足の真ん中にある頭がみんな前に行ってしまう。こうなればいいんですが、こう行ってしまうという傾向がございます。まだその辺のことを矯正する意味では、少し目線を高いところに上げます。高いところに上げて、高いところにこのボールを投げていく。そうすることによって上体が前に行くと抑えられます。まずバランス作りとして、上体がダメ、少し高めに置いて投げる。そうするとボールのバランスができてきます。もう一つ、高いところに投げるという利点は、ボールが離れたら高いところに行きづらいです。高いところに投げるということは、このボールが顔の近くを通ればコントロールがつきやすいじゃなしです。ですからバランスを作る、上体の突っ込みを抑える、そしてボールが顔の近くから通るというコントロールがつけやすい、そのまずはボール矯正のドリルがございます。で次にはですね、バランスというか腕の振りを作るドリルでございますが、こうやって500ミリのペットボトルがあります。中に水が入っています。この水の体積がこの軟式ボールの重さと思ってください。でこれを2本用意して、こういうふうに持ちます。キャップの頭が上、そして同じように水がこぼれないように上に上げます。こういう動きになりますね。それから一気に今度は前に切っていくんです。上げて切る、上げて切る。これも左右対称のバランスを作って投げる。今こっち投げますね。上げて、で上手くなってきますと、今度はこのキャップを外してでもちゃんと投げれるようになります。当然これがこう向けば水がこぼれてくるわけですね。キャップがいつも常に、そして最終的には今度は腕の振りを使ってフィニッシュを作っていく。でこっちの片方のグラブのキャップもそのまま置いていくわけです。置くことによって上体が前に行かない、下げたらこうなります。状態に行かないために残しておくということですかね。そうすることによって左右対称の正しい腕の振りが身につけていく。ペットボトルがないという場合ですね、こういうバドミントンのラケットを用意します。このラケットの面が顔から離れないようにこういくんじゃないですね。必ずいつも目の前にあることによって腕の使い方、ただこれは後ろからやりますとこう投げるんですね。逆に少し上体を反って高く上げる、目線はここ、こうやってほしいです。これがこうならないように注意してほしいと思います。こういったシャドウをすることによって投げるための、あるいは肘、肩を痛めないフォームが作られています。ぜひやってみてください。今度は実際打球を取って処理して送球というところですね。この送球というのはただ単に胸に投げるんじゃなくて、強いボールを相手の胸に投げ込むというのが送球です。そ
強いボールがいかないとダブルプレー取れないわけですね。僕が考える取って投げるという話は、その中のドリルはこういうドリルです。スリッパを使います。グラブだと作れますよ、逃げれますよね。スリッパだと逃げれません。これを両手で取るためには何度も言うようにバランスが必要になります。このバランスのいいポジションで打球を取るわけです。これがちょっとでもずれるとこのボールは押さえきれませんね。こういう状態必ず両方で押さえる。そのためにはこういうスリッパを利用して取ると押さえると案外体の真ん中でちゃんと収める。で、取ったら補給したら必ず真ん中に収めるということを僕は注意してくれました。そして収めたものは投げる方に対してステップを踏んで曲がれて正しいトップを作って投げ込んでいく。そうすると安定した送球ができます。取ってこっちに持っていくんではないでしょうか。取ってこっちに行くとこの時点で頭が前に行きますよね。そうするとこんなになって肩と顔が煽るので送球がばらけるという話ですね。だから取って投げるという、あるいは投げるために取る、投げるということは正確に強く投げるために取るわけですから、バランスいいポジションで取ったものをまたバランスいい胸に収めて投げる方にステップを入れて投げ込んでいくということを、それが必要なのかなと思います。ちょっとやってみますね。で、このグラブのコーナーでは必ずここに置いておくというイメージですから、もう一回言いますね。こちらちょっと投げる時の注意点も言っていきますね。はい、ボールが手に収まる瞬間こう取ります。これバランスリングですね。なおかつグラブのボールをつま先が上がることによって後ろの右下が曲がります。そうすることによってこのバネを利用してフットワークを踏んで投げれる。それがこういう状況で取ってしまうと後ろ足が伸びてしまう。なおかつ胴体が前に出るのでこういった守りにつながるということですね。必ずこういう状況ということを自分が正しく左右対称にバランスできているかどうかチェックする意味でこういうスリッパを利用してやったらいいと思います。はい、じゃあ JBS 武蔵の方からでも指導者さんの、引き出しを増やすという意味で、ちょっと練習メニューをご紹介したいと思います。前回キャッチボールの動画で、投げ方の大事なポイントをお伝えしているんですけれども、簡単にまとめますとテイクバックがしっかり取れていて、このトップの位置ですね、その時に、肘の位置がしっかり上がってきてて、肩と同じ高さぐらいに肘の位置があって、で、ボールはそれよりも上側ですにあるトップの位置をしっかり作るっていうのが、大事です。で、これが例えば下がってしまうと、ボールが抜けてしまったりとか遠回りになってしまうので結構横にぶれたりとか、抜けて上に行ってしまったりまた引っ掛けてしまったりっていうような状態が起きやすいです。なのでまずこの位置をしっかり作るっていうのが送球を安定させる意味で大事だと思います。このトップの位置ができたらしっかりですね、この後体全身を使って回転させていって、送球していくっていうのが、大事になってきます。なのでそのためのちょっとメニューを、ご紹介していきます。一つ目が、テイクバックをまず良くするメニューをご紹介します。簡単に言えばこの位置を作りたいので、この位置は敬礼する形に似てるので、この位置からしっかり肩を後ろにグーッと開くというか引くような感じで、トップの位置を作っていきます。ここで十分に胸を張ってそのまま、送球をしていきます。これを2回ぐらいやったらそのまま投げていくような感じ、しっかり耳の後ろとか上側に来るような感じです。そのまま投げていきます。で、今のテイクバック動作ができてきたら回転をこうしていくと思うんですけども、肩を今閉じてる状態から先に開くようなイメージです。で、その時にボールを頭の後ろにつけたままにします。こういうイメージです。手がここで残ってくることで腕のしなりだったり、進む方向も肩がですね、送球方向にまっすぐ進むようになって、その後ボールもまっすぐ送球方向に投げれるようになります。こういうイメージです。そのまま投げていきます。肩は閉じてそこから肩が先に開いていきます。こういうイメージです。で、手はずっと取り残します。で、3回目ぐらいで投げて前に出てこないように注意してください。1、
に3になります。ぜひその2つをやってみてください。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。トップの位置が大事っていう感じですね。はい、はい、体幹が触れると腕は正しく触れない。そうですね、はい、ですからあの、野球で送球のままならない子どもたちはバレーボール部に預けてバレーのアタックを出せるとか、はい、あとはテニスのサーブを出せるとか、はい、そういうこと、あとはクロールがいいですね。あ、クロール、水泳でクロール、はいはいはい、そうすることによってこの投げ方を覚えてきますから、なんか違うスポーツでなんかその感じてもらうことも必要になります。ではですね、今回は、これで終わりにします。ありがとうございます。はい、この動画の概要欄にスポチューバー TV というジュニアアスリートの育成に特化したサイトのリンクがありますので、ぜひ皆さんそちらもご覧いただければと思います。合わせてですね、石毛さんのやられている AI 野球教室というチャンネルのリンクもありますので、はい、そちらも皆さんぜひ登録見ていただければと思います。はい、この動画がためになったと感じたらチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。では石毛さん、またありがとうございました。